マイナビニュースは、マイナビが運営する、ニュースサイト。主に IT 系ニュースを得意とする。他の日本の IT 系ニュースサイトとしては、インプレスウォッチ、IT メディア、日系ブップネットなどがある。1997年に、同社のパソコン雑誌、PC ワークの、メールマガジン、PC ワーク、ホットメールの配信が開始され、そこに掲載されたニュースを閲覧するためのサイトとして、 開設されたマイヒャム p c ドメインが前進。1999年にはマイヒャム p c ウェブの名称で独立したニュースサイトとなり、以後 IT 系の専門ニュースサイトとして運営が行われた。2007年4月、マイコミジャーナルにサイト名を変更。それに伴い、IT 系以外にも映画、芸能、 アニメ等のエンターテインメント情報や生活情報に関するニュース等も扱う総合ニュースサイトへとリニューアルを行った。また前日の経緯からマッキントッシュ関連ニュースについては同社のマックファンの公式サイト macfan.jp が独自に取材を行いに系統でで扱う時代が長く続いていたが2008年10月にマイコミジャーナルへの一本化が行われた。 2011年10月、運営元の毎日コミュニケーションズが、株式会社マイナビに、社名変更したことに伴い、同年11月8日付で同社のビジネスマン向け、ポータルサイト、コップスオンラインと統合され、マイナビニュースと、サイト名称を改めた。2015年2月現在、サイトは、パソコン、携帯、家電、ライフ、ヘルスケア、旅行、住まいインテリア、恋愛、 結婚、マネー、エンタメ、ラジオ、ホビー、クリエイティブ、エンタープライズ、マーケティング、開発、SE、テクノロジー、ホワイトペーパー、キャリア、パートナーニュース、読者プレゼント、Q&A、ウィキ、ショッピングで構成されている。記事と広告の違いがわかりづらいが、特別企画と称されるものは、すべて PR 記事であり、記事の最後に、マイナビニュース広告企画、 提供は広告主と入る。ありがとうございます。